ちほと銀です。はい、というわけで今回ですね、こちらのマネキンにね、なんと今回はママを描いていきたいと思いますということでね、もう全部100均なんですけど、値段がね、100円じゃないですかね、100円じゃないんですけど、あのね、イラストマーカー、コビックみたいなね、イラストマーカー、ペールオレンジとレッドのセットのやつと、あとブラックってね、クリアブレンダーっていう色のね、セットのやつを使います、今回はね、うん、でね、あとカツラ、カツラウィッグをストレートロングのやつを使って、あとマネキンで、なんかママはね、いつも髪を結んでるということで、リミちゃんから言われたゴムとピン、ママこのピンをよく使ってるんです。ゴムとね、うん、このピンママよく使ってるんで、たまたま家にあったんですけど、はい、使います。はい、じゃあこれでお願いします。はい、それではやっていきましょう。はい、にじむかな、大丈夫かな、さあ、わからない、コピック結構色が強いかな。小顔にしてくれてるのね。ママ。で、ちょっと可愛く描いてよ。今この段階です。リミや今。すごいですよ。リミや。今ね、あのね、ちょうど口を塗っていましてね、私もです。なんか 目とかはなんか最後に塗ろうかなと思ってて緊張するの。ママ、こっち向いて。ママはね、二重なんだよね、だから二重も描かなきゃいけない。そっか、二重どうやって描くの。あ、もうこのマネキン二重なってる。わかんない、なってた？ね、二重なってる。マネキン二重なってる？二重かな。もうなってんじゃない？これ二重。あ、二重二重、めっちゃ二重。隠した隠した。隠した。二重？二重ではめっちゃ二重になってる。そう？うん、そのマネキン。ママの細かいところも描いてもいい？うん。え、シワとか？そう。いいけど、お手柔らかにね。お手柔らかだって優しくってこと。優しく描くの？じゃなくて、あんまりひどくシワいっぱい描かないでってこと。一個でもいい。まあいいよ、好きなようにしな。だってママだもん。ママだもんってどういうこと？お出来上がりを楽しみにしよう、しゅうちゃん。全くママは見えないんだけど。そうだよ、見えなくしてるんだよ。じゃあ顔描き終わったら一旦途中報告して。わかった。変なおじさんみたい。いいよいいよいいよ、すっごいいいよママ。本当？今メイクしてあげてるからね。うん、すっごいいいよ。最高最高。待って、リミ。ちょっと。ママも早く見たいんだけど、なんか二人で盛り上がっててずるいよ。二人の顔がちょっと重なってんだけど、マネキンで。リミなんかずっと。なんか迫ってきてない、リミ。しーちゃんに迫ってきてるよ、リミ。ほら。ちょっとちょっと、カメラがしーちゃんに寄りすぎだよね、うん、見て、私も描いた、一人で笑ってる。ねえ、リミやばい。うそ、ちょっと可愛く描いてよ。可愛く描いてない。可愛く描いてない。なえ、ママ一回後ろ向いて、こっち向いて、こっち向いて、ママこっち、こっち向いてて、目つぶってて、ここ見てるじゃん。
ゃあ私カツラいきます。でいいママ、あ、待って待って、中間カツラ行くので中間です。私こんな感じ。リミもカツラ行く、こんな感じです。それでね、ここからカツラとか髪の毛とか結んでママっぽくしていきます。リミあ、これすごい、ママ編集でも笑うよこれ。ダメ、いいよ、リミもカツラ行く。これママじゃない。これママじゃない。ママこんな髪長くないの。長。長。切る髪の毛。ね、やばい。どう？やばい。やばい。すごいね、なんか怖いね。怖い。髪？これは前。長っ。前髪長っ。長い。長い。私3つ使っていい？いいよ。ママこんな長かったっけな。長くないな。でも後ろはちょっとさ、切るの大変になっちゃうからさ、それはちょっとあれして容認して、うん、すごいね、美容師になったみたいだね。ね、ね、うわー汚い顔だな。うわー汚い顔だな。汚い顔だなって言ったよ、ちょっと一応ママなんですけど、ね、ごめんなさい。見てない、見てない。ねえ、なんかこっちから見ても扇形になってんだけど、ママそんな扇みたいになってる？ねえ、ちょっと見てこの扇。扇って。やばい。怖い。可愛くしてよ、可愛く。見せたくない。なんでよ、怒っちゃう。大丈夫。怒っちゃう。怒る前提なの？怒る前提なの？ああ。何？もう無理な気がしてきて、ママに寄せよう。ママに寄せるの無理な気がする。無理だね。髪がパサパサすぎて。無理だね。無理だよ。無理。諦めた。諦めた。ママにがあのさ、精一杯近づけると多分似てないから期待しなくていいよ。ひどくない、なんか。何その投げやりなの二人とも。ね。投げやり、そうって投げやりだった私。無理無理、投げやりだった。投げやりだった今。うん、この髪の毛、ママの髪の毛なの、すごいやばい。やば、ママ結ぶの大変じゃん。ママこれ無理、もう無理、ママ、できた。はや、うん、カツラもやだ。ママカツラなしね。なんでよ。もうね、カツラね、もうパサパサだしね、取れちゃう、無理なの。じゃあそのままでもいいよ、別に。やだ、私はやだ、なしかありがどっちかがいい。可愛い女の子の髪だよ、これは。思い込んで、これはおばちゃんみたい、ママみたいなおばちゃんじゃなくて、可愛い女子高生のね、髪の毛だから、パサパサとか言っちゃダメなんだよ。2人ともカメラに向かって見せてください。3、2、1、こちらです。すごい。あれ結局髪の毛そうなったのに、しーちゃん、うん、もうめんどくさくなった。めんどくさくなった。リミちゃんのハゲですけど、つるっぱげですけど。はい、じゃあしほちゃんが作ってくれたママ、アップにするとこんな顔です。どうですか、ここにね、ほくろが。あ、ほくろも描いてくれたのね。おー、すごいね、唇と。ここに、胸のところにママって描いてくれたのね。そう。で、髪の毛、青でね、ママ、おいでー、すごくない、ここ。ほら、上が、あのね、上が濃くて下が薄いの、グラデーションにしたはずなの。グラデーションにしてくれたのね。気づかなかったな。
づくか。気づかなかったの。気づくか。はい、リミちゃんの書いたもんはこれです。リミからが書いたやつって。裏もある。裏ですって書いて。裏もある。裏もあるの？じゃあ裏見せてください。じゃん。おお。あ、まあまあって掘ってくれたのね。でもさっきからボリボリ。それでボリボリしてたのさっきから。で胸すごいよ。もう一回胸。すごいね。ママラブ。ピース。ママピースしてんの？うん。ママラブだったよ。やったラブ。ありがとう。はい、というわけで今回ですね、ママを作ってみたんですが、もう無理でした。ダメでした。まあ。まあね。まあでも、こんな感じだよね。ママ。でもなんかちゃんと髪の毛つけたらそれなりの人みたいに見えるね。見えない。見えない？チャンネル登録とグッドボタンお願いします。またはグッドボタンだけど、両方ね。それでは、バイバーイ。ママと出ちゃダメでしょ。バイバーイ。グミ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 ペア。サンジーラおやつだ。